ありがとう。ロイヤルジャイアント。どうも皆さん、こんにちは。キヨキヨです。いやー、このね、ロイヤルジャイアント先生がね、ついにお亡くなりになられます。4月19日のバランス調整で、ロイヤルジャイアントをね、設置時間、この今配置時間が今1秒ってなってますけど、配置時間がね、2分2分じゃない、2分じゃない、2分ってやばい。2秒になると2秒。なので、これね、結構弱くなりますよ。要は、今では、ドゥルルーン、ボフン、ボフンって感じでしたけど、ドゥルルーン、ボフンってなるんで、その間にね、こう、スケルトン部隊とか出されたり、アーチャー、エリーババ、バーバリアンとかいろいろ出されちゃうわけですよ。これは相当弱体化されたと思います。なので、今日はね、ロイヤルジャイアントに、ありがとうの気持ちを込めて、卒業式ですよ。卒業式マッチ、ポン卒業式ってなんだ、卒業、ねえ、業務卒業務。よし、いただきました。よろしく。お、相手、動画ですね。動画。まあね、やっぱ、キヨキヨの動画をね、最近見始めた方もいると思うんですよ。タワーレベル11はやっぱ、同格っていうね、ことをして、やっぱ、ユーザーをね、ユーザーにこう知っていただきたい。そういう、おっとこれはまさか、あ、これいいのこれ。今のっていいの？なんかそんな強くなさそうな、そんな強くない感じしましたけどね。さあ、ロイジャイ。さあ、ロイジャイヤリゴブ。ロイヤリ。うわー、出た。出た、このファルチェ芸人、ファルチェくん。これ、ファルチェくんってさ、まじさ、なんかさ、その、まあ、範囲攻撃は強いですけど、単体としての攻撃力は結構ないんで、ほら。結構勝てちゃって、うわ。ちょっとおまずい。若干のね、おまずい説がちょっと今浮上してますからね。若干のちょっと若干だけおまずいですからね。若干おまずいですからね。よし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 よクラロあるあるっていうね、動画出してあるんでね、そちら見ていただけると嬉しいっす。待って、相手ファイボローリングウッド打ってきましたね。さあ、ちょっとここはもうロイジャリ攻め、ロイガゴで一気に攻めていこう。よし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 、さあ来ましたよ、さあ来ましたよ。さあ、これは来た。うわ、出た。そうだ、あの人ここにファルチェ持ってんだ。ファルチェさ、ガゴ一発で死ぬのちょっとやめてくれませんかね、ちょっと。ね、本当に。エリアとめっちゃ取られるっていう、そういう事件でしかない。さあ、来ましたよ。こっからですよ、こっから。こっからね、気を抜いてると結構負けるんで。これも辛いな、これね、今、ロイジャイがね、こう、無駄に死なないんで、これカウンターが怖い。カウンター一気に来ますよ、絶対。ドヤ顔カウンター。絶対ドヤ顔でカウンター来ますよ、この人。あれ？カウンターその子ら。さあ、来た。さあ、もう、すかさず出すよ。よしよし。お、どう、いいんじゃない。わーって、ガーゴ死んじゃう。ロイジャイ頑張れ。ロイジャイ頑張れ。お前にもう全部かかってる。お前にもう、もう、このね、ロイジャイ強かったねって言われるのは、あなたがちゃんといいプレイを見せてくれると、ロイジャイ強かったねってなるから。さあ、来た。いろいろ来た。めっちゃ来た。どうすりゃいい、これ。これ、すごい来た。うわー、すごい来た。さあ、うわー、強い。よし、ちょっと守れ。オッケー。だからね、このね、ロイジャイはチート級って言われてますからね、このね、顔出しロイジャイ、まあ、チートだからこれ。これチートです。皆さんこれ、知らない方は言っときますけど、これチートですよ。これ強すぎでしょ、これは確かに強すぎる。いいぞ、OK! 3、2、1、よし。いやー、やっぱ強えわ。これ確かに修正必要だわ。角出しがね、強すぎる。はい、ということで、今日はね、バランス調整前に、ロイジャイ使ったらと、いうことで、ロイジャイ卒業式でございました。でも、ロイジャイはね、強かったな。ということで、まあ、そうだ。まだ、チャンネル登録されてないから、ぜひともこちらのボタンからね、チャンネル登録していただけると、私のモチベーションがぐいっと上がりますので、ぜひとも皆さん、チャンネル登録お願いいたします。そして、まだこちら2本。ロイジャイ関係の動画ね、貼っておきますので、ぜひと皆さんまだ見てない方、ぜひとも見てください。ということで、ガシャン！あしゃ。